話してもらってますけども、はい、はい、もうね最後になっちゃいますけど、ね、大志くんの今後の予定とかって何かあるんですか？そうですね、やっぱイベントだとかは出演するのがあって、結構多いですよね。はい、まあ、9月ですと、はい、9月29日に、土曜日で FC 東京、はい、対清水エスパルスのところで、はい、パフォーマンスをする予定があります、イベントで。すごい、はい、俺長友選手の格好で行っちゃおうかな。妨害妨害、はい、それが味の素スタジアムですね。ね、はい、FC 東京といえば長友ですか。そうですね、そうですね、はい、すごいな。があります。で、あとはまあ9月30日その次の日、うん、はい、じゃあ大阪で、うん、サッカーショップカモ、うん、さんの、はい、バーゲンセールがあるんですよ、はい、ハービスホールというところで、はい、でそこで、やっぱり同じようにパフォーマンスをする予定が。すごい、はい、ドリブルデザイナーの岡部くんも来るみたいなんですけど。そうなんですね、はい、じゃあ一緒にやる感じで。まあそうですね、時間はちょっと違うでしょうけど同じ現場にはいます。はい、まあ、それ以外にもね、いろいろね、あると思うんで、はい、ぜひね、大志くんの SNS だったりとか。そうですね、はい、Twitter、Facebook、Instagram、いろいろあります、はい、ますけども、はい、ぜひぜひチェックしてもらえたらね、はい、嬉しいですね。お願いします、はい、最後に何か聞きたいこと、抱負とか。ああ、ね、今力を入れてることと、そうですね、はい、まあ、今後の本当に、うん、こうなったらいいなっていうね、うん、聞いてみたい。さっきからね、かなり昔からこんな、まあ、優勝ね、世界でチャンピオンになれたらいいなみたいなね、うん、思いを持ってずっと十年間、ね、やってきたりとかしてるので、はい、なんか今ね、今後のこと、はい、まあそうですね、フットバック長くはやってるんですけど、はい、まだやっぱり日本とアジアでほとんど知られていないので、うん、まあ、こんなに楽しいものを、うん、だからこそ知ってほしいなという思いが強いので、もともと目標にしてたのはシンプルで、公園で僕がいないところでこれを輪になってただ蹴ってる人がいるっていうのを見たい。それはもうそれが一番なんです。それすごいですよね、はいはい、それもジャッキー・チェーンの中に出てくる、ね、ありますか、おじちゃんおばちゃんがこうなんかポンポンって蹴ってるみたいな。そう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 、まあ、まあ、まあ、太極拳とかああいう感じなんですけど、そのぐらいナチュラルに、うん、レジャーとして、うん、別に技とかやらなくてもいい、うん、もう本当にそのこれを輪になって、はい、遊んでくれてる光景を見れれればというのを目標にやっていますので、ぜひ、知っていただいた方はフットバックこれ始めてもらえればと思います。まずこれを手に取ってね。そうですね、はい、これというのは、はい、購入できるんですか。これそうですね、もともとはやっぱり手に入らなかったんですけど、はい、入らないですよね、あんまり見たことないですもん。スポーツショップでもなかったんですけど、はい、あんまり、だからこそ自分で作りました。うわ、そういうことですね、はい、海外の工場と契約して、はい、そのマジっすかね、はい、で英語できますから、はい、はぁ、それは怒ってる怒ってる、はい、はい、で作りました。ほう、はい、でなので今はいくつかスポーツショップで展開をしてますので、はい、まあ主なところはそのサッカーショップカモさんだとか、はい、はい、には置いてありますんで、なるほど、ぜひ。たいしくんのサイトでも購入はできるんですか。はい、サイトもありますんで、はい、お店も運営してます、はい、そのオンラインのショップですね、はい、やってますんで、じゃあそちらの方でもね、チェックしてもらえたら、うん、ぜひチェックしていただいてね、はい、そっかそっか、よろしくお願いします。よろしくお願いします。クリボー、はい、はい、ちょっとね、緩めのトークに世界チャンプがこちら来ていただいて、はい、長い時間を、はい、いろいろ話していただきましたけども、はいはい、本当に今日はたくさんのお話ありがとうございました、はい、ありがとうございました。おめでとうございます。そうですね、ありがとうございました。ありがとうございました。また頑張ります。また見てください。クリボーだじゃん。こうか、こうか、はい、それでは大志くん、おめでとうございます。ありがとうございました。お母さん、ムッチーさん、大志くん、はい、いただきます。ちょっと待ってください。おめでとうございます。ありがとうございます。電動手裏剣はおかしい。手裏剣って入ってますけど、はい、はい、これ電動入りした人のことをバップって言うんですけど、はいはいはい、そのバップのメンバーになると、はい、そのメンバーから、はい、まあ、ミドルネームをつけられるんです。それ勝手に？勝手にです。なので僕の場合はそのプレースタイルとか、はいはいはい、まあ、そういうのも考慮されて、はい、恥ずかしながら手裏剣とかっこいいつけられました。自分で選んだわけじゃないんですね。それ結構言われるんですよ、はいはい、僕意外に
それ盲点でしたけど結構自分でつけたんじゃないかって結構言われて。違いますね、はい、そうするとちょっとね恥ずかしいですよねまあでもそういうこの手裏剣でした。はい、ありがとうございます。